神奈川県警捜査一課と横須賀署,署などは18日強制売説の疑いで横須賀市二葉二丁目無職の男24を再逮捕した再逮捕容疑は3月9日午後8時50分ごろ横浜市金沢区の路上で同区に住む中学3年の女子生徒15の下半身を触るなどのわ説な行為をしたとしている間違いないと容疑を認めているどうかによると 女子生徒は帰宅途中で背後から口を塞がれるなどして襲われたという。同容疑者は横須賀市内に住む女子高校生に乱暴したなどとして、強制性交などの罪で起訴されていた。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして、最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合は、メッセージを残してください。さようなら。 またニュースでお会いしましょう。